と。風に当たりに行った。こんな夜中に一人で出歩かせたら危ねえだろうが。お前何やってたんだよ。おい聞いてんのかよ。悪い。コレット、ロイド、どうしたんだ。なんか眠れなくて。どこか痛むのか。天使疾患辛いんだろう。今はもう全然元気元気。そんなことよりロイドの方が元気ない。心配だよ。情けねえ。高いびきかいて居眠りしたあげく逆に心配されちまってる。そんな。ごめんな。俺お前の痛みは変わってやれないけどさ、でも絶対に絶対にお前を決めた。俺もう一生寝ねえ。テープでまぶた貼り付けてまばたきもしない。なんかいいな。なんていうかホッとする。鳥は空へ、虫は葉陰、それぞれのイメージよ。一番星光おい、これと家へ帰ろう。暖かい我が家へ。お前それお前どうしちまったんだよ。なんでもコレット。最初におかしくなったのは火の封印を解放した時だよ。急に何も食べたくなくなって全然眠くならなくなった。それ以来ずっと食べてないし寝てない。ほら次の封印を解放したらこんな風に何も感じなくなって、暑さも冷たさも痛みも。先生は平気ですか？ええ。ファイトー。どうかして？いや、なんでもない。おーい、もう待たねえぞ。早くしろよ。待ってよロイド姉さん。どうして言わなかったんだ。俺はそんなに頼りにならないか。そうじゃなくて、心配かけたくなかったから。きっとこれが天使になるってことなんだよ。世界を救うためには仕方がないの。みんなには言わないでね。せっかく一緒に旅をしているんだもん。楽しく。バカ野郎！ごめんね。せっかく私のために泣いてくれているのに。すごく嬉しくて泣きたいくらいなのに。
私、涙も出ない。ごめんね。あまり殺すなよ。数を揃えないとクバル様に叱られるからな。お前が言うな。だが手向かうやつはやってもいいと聞いてるぜ。邪魔なんだ幼女ちゃん。さっさと逃げろ。何をしている。手向かうやつは殺して構わん。やれ。シーナ、大丈夫？行きな。行け。いくらシーナでも数が多すぎるよ。